どうも、ねねちにゃんと申します。皆様、これが何かわかりますか？これ、銀の盾です。皆様が、10万人の皆様が登録していただいたおかげで、なんと私、ねねちにゃん、チャンネル登録者数10万人達成することができました。ありがとうございます。そのついでに銀の盾もいただくことができました。ということで、開封動画撮っていきます。まあ、もう開封してるんですけど、ちなみに布団の上で撮ってます。机がないんで。で、銀の盾の開封動画なんか、YouTube に腐るほどあるじゃないですか。なので、別にいいのかなとも思ったんですけど、せっかくね、頑張って10万人達成して、銀の盾、念願の銀の盾、いただいたので、みんなやってるけど、せっかくなら、記録に残しておこうということで、今撮っております。いやー、すごいね、楽しみっすね。なんか感慨深いですね。3月で一気に10万人ってめちゃめちゃ嬉しいです。おわこにならないように頑張ります。もうおわこになってきてるか。では開封していきます。まずこれね、黒いスポンジ、これをどかしますと、そうするとなんと、はい、YouTube、初めてのチャンネル登録者覚えていますか？初めてチャンネル登録してくれた人なんか覚えてるわけなくないですか？ 100 人目は覚えてるわけなくないですか？ 1000 人目はどうでしょうか？覚えてるわけなくないですか？おそらく覚えているでしょう。覚えてるわけなくないですか？そして10万人目のチャンネル登録者も記憶に残るに違いありません。10万人ぴったしに登録してくれた人なんか覚えてるわけなくないですか？ファンがあなたのチャンネルを知ったきっかけはYouTube の検索、友達の口コミ、あるいはおすすめの動画として表示されたあなたの動画かもしれません。はい、チャンネルを訪問したきっかけが何であれ、視聴者はファンとして定着し、その数も増えました。確かに、皆様ありがとうございます。それはひとえにあなたとあなたが築いたコミュニティの力によるものです。俺のチャンネルってコミュニティって呼んでいいものなのか？なんかおこがましい気もしますけど、チャンネル登録者数10万人達成というマイルストーンを記念してシルバークリエイターアワードを贈呈します。おめでとうございます。ありがとうございます。コミュニティで共有したいストーリーがまだたくさんあることでしょう。ファンの皆様もあなたが熱意と創造性をさらに発揮して驚きを与えてくれることを期待しているはずです。皆さん、そうなんですか？だからこそコンテンツを作り続けましょう。コミュニティを発展させ続けましょう。さらなる活躍を心待ちにするとともに、引き続き活動をサポートしてまいります。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。もしかしたらチャンネル登録者数が100万人に到達した時には10万人目のチャンネル登録者覚えていますかとお尋ねするかもしれません。はい、今10万人突破した現在、10万人目のチャンネル登録者わかりません。だから100万人って普通にきつくないですか？俺なんかでも100万人っていけるんですかね？皆さんどう思います？俺は無理だと思います。せいぜい20万人でうろちょろしてる中堅 YouTuber なのかなーって、個人的にはその辺でその辺りで、止まるのかなっていう予想はしてるんですけど、100万人いけたら嬉しいですけどね。ぜひ行ってみたいですけどね。ということで、皆さんのチャンネル登録者と、高評価よろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ネルモハン YouTube セオさん、ありがとうございます。チャンネル登録者数目標達成おめでとうございます。ここに勤しんであなたの業績を称え、その経験を特別なものとしたいと思います。ありがとうございます。このアワードは下記のスタッフにより検査され、最新の注意を持って梱包されました。リック、これ名前出して大丈夫ですか？配送中の事故によりアワードが破損していた場合やお問い合わせがある場合は YouTube クリア、これ出して大丈夫ですかね。いいでしょう。ということで、念願のね、指汚い、念願の銀の盾開封いたします。3、2、1、オープン。わお、なんと、
透明のビニール袋に、なんだこれは。ん？あ、これあれか、さっきのやつか。うわ、すげえ。銀の盾だ。ちなみにこれね、自分で名前決めれるみたいなので、ネネチニャンにしました。ネネチニャンの実況だとさ、なんかあれじゃない？なんか、冷たいというかさ。まあ、なので、ネネチニャンにさせていただきました。解明した後でよかったわ、マジで。ヤンの動画だったらこれ、マジでなんかしょうもないというか、なんかね、読みづらいし、なんか冷たいし。フォーパッシング、10万サブスクライブ、ありがとうございます。プレジデントトゥネネチニャン、ありがとうございます。YouTube。でね、これね、ここへこんでるんですよ、ここ。これ指入るんですよ。ちょっと開けてみますわ。いや、指紋もつけたくないけど。はい、こんな感じで。これね、下手したらこれ顔映るんですよね。で、僕のね、部屋の電球見てください。これ、UFO の電球です。はい、昔ながらの。こんなんね、10年前の和室についてそうな。ちょっと面白くないですね。はい、ありがとうございます。ここへこんでるんですよね。これ画期的っすよね。ここへこんでるんですよ、これ。ここ。この側面、これ触れるんですよ、これ。すごくないですか？ちょっと手の血色悪いっすね。いやー、マジ嬉しいっすね。部屋が映るんで、ちょっとあんまりひっくり返さないでいきたいです。はい。で、裏面はどうかと言いますと、まあ、こんな感じでスポンジじゃないわ。なんだろう、これ。まあ、よくわかんないけど、黒い、なんかモフモフしたものがついております。で、ここに、なんだろう、時計みたいに引っ掛けるやつかな？いやー、マジ嬉しいっすね。ありがとうございます。で、せっかくなので、まあ、私の年齢、ここまで見てくれた皆様に、まあ、お詫びの念を込めて、ちょっと年齢公開したいと思うんですけど、私、ネネチニャン、成人しております。これはね、ちょっと初公開なんで、ちょっと緊張していますね。成人してるんですよ、実は。で、まあ、二十歳なのは確定したじゃないですか。じゃあ、二十歳のどれに当たるのって言いますと、何歳だと思います？結構いろんなね、考察とかあったんですけど、まあ、いいとこついてますよね。まあ、そもそも、デコボコフレンズの時点で、だいぶバレてましたね。はい。何歳かと言いますと、いや、言いたくないな。言いたくないけど、もう言わないといけない。今がそうなんだ。年齢を言うべき時は今なんだ。絶対に言いたくない。でも言うしかない。20。20。24です。皆様今後ともよろしくお願いいたします。